はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画350回目は2020年発売バイスクル幻想グリーンです。昨日との色違いですね。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクル幻想の緑色です。ブルーとは寒色と暖色が入れ替わってる状態ですね。横面はフェーブル&フォークロア、幻想と伝承ですね。反対側も同じで、上面はデザインのみ。クロージャーシールの方は赤色になっています。で、バック面はそのままのデザインで、暖色と寒色の部分が反転しているので、赤かった部分が緑色になってますね。で、下面はカードエクスペリメントのロゴマーク、デザインの場合ヨウスケ &2020USPCC のアランガ KY 製で、プロダクト&ディストリビューテッドカードエクスペリメントで URL です。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。同じく幻想と横フラップに入っています。で、1枚目がヨスケ&の自画像、自分に模したねキャラクターのイラストになっているカードが1枚。で、もう1枚はダブルバッグで持ってみいきます。全く中身のデザインは同じなんですけど、色合いの方が入れ替わってたりします。サルカニ合戦とカチカチ山ですね。スペードのエースは一寸帽子、緑色のピップスの方が綺麗ですね。スペードの絵札、三年目太郎、鶴の恩返し、着物の色とかが全部変わってますね。後で見比べてみましょう。で、キングは一寸帽子ですね。ダイヤのエースは金太郎、ダイヤの絵札、ダイヤのジャックは天狗の隠れ身、ダイヤのクイーンはかぐや姫、ダイヤのキングは金太郎。前回触れなかったんですが、多分熊の爪痕とかですね。これクラブの絵札、クラブのキングは浦島太郎、メキ女、牛若丸、クラブのエースは浦島太郎。ハートの絵札、ハートのキングは桃太郎、織姫、花咲じいさん、で、ハートのエースは桃太郎ですね。2019年のスタンダード54枚と。2019年のスタンダードよりも2枚分の厚みなので、青色と同じですね。スペインの方は高品質、はい、弾力の方は普通ぐらいで、それはまあ普通にあります。じゃあファルを入れてみます。スーッと入っていくので、トライショナルカットしっかり入ってますね、はい。それでは青色とね、色合いだけまあ違うので、ちょっと見比べてみます。伝承の方は完全にね、白い部分が黒とかで反転してる状態なので、また別物なんですけどね。ただイラストのこのデザイン自体はこれと伝承も同じみたいです。こちらがブルー、こちらがグリーンで、はい、まずは自画像も服の色が青と緑に入れ替わっている状態ですね。色合いが違ってます。じゃあ見ていきましょう。
で最後はハートのエースです。やっぱりね、色が青と緑の部分になっていたり、赤と寒色暖色が入れ替わってたりします。はい、バイスクル幻想グリーンを開封しました。色合いの方の反転以外には特にね、デザインに変更点はないんですが、かなりね印象が違っていますね。で、この幻想と伝承プリングカードの方では、完全に色が反転している状態で、色反転ってややこしいんですけど、デザインの色ではなくて白い部分が反転しているので、通常のバイスクルとブラックタイガーみたいな感じの、関係性だと思います。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードよりも2枚分の厚みなので、ブルーと同じですね。厚い、普通に高品質です。カードエクスペリメントとヨステ&オのデザインのメーカーコラボ、おとぎ話デザインのコンセプトデザイン、そのうちレアレッグになると思います。バイスクル幻想グリーンでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。